ボール持ってパッカーンやったんだよ、ここにパッカーンってやったらね、そうしたらここにボールの縫い目がついた。でもね、うん、やっぱりコーチ時代、まあね、31からやってるから一番元気いいし、うん、で30代の時には何人かね、パチーンできましたよ。それが器用であってね器用であって、大久保も一回やったな。あ、それから広橋も一回やったね。そうですか、うん、広橋に。広橋、それから阿部、はい、安倍ね、はい、安倍とそれぐらいじゃなかったかな、あと一人ぐらいいたかな。うーん、人ね、それぞれ思い出がありますよ。うん、こう手を下したっつうのがね、まあ大久保の話になるけど大久保のブーちゃんもね、やっぱりいいもの持ったんですよ、バッティング。バッティングね、うんうん、それでファームにいた頃、うん、自分もファームのもうねコーチ補佐をやりだして、はい、それで練習が終わって、特別に「おいブちゃん、ちょっと打とうか」っつって、うん、ティーを、うん、でティーをこうやらせたの、うん、で一箱ぐらいこうやらせたら、でだん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 集中力なくなってくるわけ、うん、やつもまあ体きついんだろうね、うん、でその時に「おいブちゃん、もうちょっと緩み出してよ」っつって、うん、ちょっと気合いと振らんかいっつって言ったら、ブワーッとしてるわけお前何を考えてんだっつってで、ボール持ってた、ボール持ってパッカーンやったね、ここにパッカーンってやったらね、そうしたらここにボールの縫い目がついた縫い目がついた悪いことしたなと思いながら、必ず手をかけた後はやっぱりこつなと思うんだけど、でまあこれもお前のためやと思ってやってるわけなんだけど、いまだにこれここにパッと縫い目がついて、なるほど、うん、はい、それでまた気合いやり直してね、バンバンと振っていくんだけど、うん、ちなみに大久保も YouTube やってまして、はいはい、木原と呼んで2人の話が、うん、井原さん怖かったなみたいな話がしてそりゃそうだね、選手ね4人か5人ぐらいしか手かけてないんだけど、うん、そのうちの2人向こうのブーちゃんと清は、小川博士覚えてますかね。ああ、博士覚えてます。何回からダイヤ行った、でね、寮生活する時に秋山を、はい、秋山を寮にいたんですよ。それで小川のが上なんだって、はいはい、で小川がその下級生を集めて正座したっつったかな、殴ったっつったかな、うん、そういう時期があったらしいんですよ、はいはいはい、だからそういったアマチュアまでのそういった説教じゃなしにプロ入ってもあったと、うん、で秋山も言ってたし小川も実際やりましたって、はいはいはい、でそれ何年か経って秋山がソフトバンクの監督になって、うん、小川博士をヘッドコーチにしたんですよ、はいはいはい、うん、体秋山は相当でかいですよ、小川ちっちゃいですよ、うん、だけどその小川さんのそのなんていうんですかね、入団当時の説教を食らったその厳しさがあって、小川博士をヘッドコーチに呼んで、うん、ソフトバンクは優勝していったわけですよね、はいはいはい、うん、だそういう面では何でしょうかね、当たり前のこと、まあ、やるべきことをやらなかった人間が多少叱られる、まあ、殴られる、うん、そういったものが今のこの時代で体罰じゃ何だかんと言われますけど、逆に今この間もちょっと僕の駒沢大学行ってきたら、そういったものを欲しがってるという若者がいるって話は聞いたので、まあまあ野球界にそういう人がいるとはありがたいなと思ったんですけどね、うん、まあでもそれをまあプロに入ってコーチが選手を殴るということは僕今初めて聞きましたけど、もう恐るべし井原鬼コーチが、コーチが選手を殴る、まあその頃はねやっぱり選手のためを思ってるから、はいはい、いや、うん、この野郎憎いわっつってそれはないですよ、うん、まずないですよ、まあね、それはそうですね、はいはい、だからね、それにはまあ口も下手だったしね、うん、口下手だったし、やっぱりまあ八ちゃんなんかにはね、あっちやろひっかりせんかいってそれでいいんだけど、まあ、パッと理解するんだけど、まあ、器用はねちょっとこうふわーっとしたところがあったから、パチンとやればね、ほんで素直にありがとうございましたって来るわけだからね、
どっちかっつったら、まあ、清原の場合はバッティングにおいてはだいぶねウェイトかけて練習とか意識ありますけど、守備走塁はあんまりなかったですからね。もうねバッティングに関しては一生懸命やったんだけど、うん、まああの守備でもね、うん、さあ清行くぞっつって今でも覚えてるんだけど、うん、あの西宮球場ね、はい、で守備バッティング終わってきた、はい、1球目1球目からゆるゆるだったわね。それとか西武球場 で、うん、でやっぱりノックの時に自分のグローブ、うん、ミットを踏んづけて捻挫したり、うん、とにかくね、まあ、そっちの点じゃやっぱり本人はやってるつもりなんだろうけど、うん、あんまり好きじゃなかったみたいで ね、だからこっちは余計にこう、うん、ねあのまあ叱咤してやらないはいかん子だなと、うん、まあね。それで秋山どうでしたか。秋山はこれはもうあの高青年であって、うん、で黙々と何でもこなす選手です。そうですね、うん、あいつの場合は一回も怒ったことないね。あ、一回だけあるね。一、うん、回だけね、やっぱりランナー出てそれでもう癖も全部分かってるわけ、そのピッチャー、うんうん、ね投げてるピッチャー癖分かってんのに飛び出してアウトになったの。ああ。そうしたらね、ベンチ戻ってきて、アキ何やっとんだよお前、検査の前ぐらい分からんのかいって言ったら、ついてねえやつ。アキの口癖はね、なんかまあボン出して帰ったり、チャンスで打てなかって帰ってくると、必ずね、座ると、ついてねえやつって言うんだって。おそうかな。それ口癖だったらしいね。で隣にいた阿部がね、阿部が必ず、まだ言いましたよ、ついてねえや。2人同級生ですか。同級生です。ああ、そうだね。もうでも、秋山のあの脚力とあの身体能力は素晴らしかったですね。いや、もう彼もね、入ってきた時にあの走り方ね、うん、だって背が88センチぐらいあるでしょ。いやいや、87、88ありますよ。そうかな、うんうん、そうしたらね、でっかい体して入ってきて、うん、そうしたら走らせたらものすごい速いです、うん、おいおい、どうしたんだいこんなでかい選手で、こんなに脚力ある選手で、あそこ寮に鉄棒があったの、はい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 、はい、鉄棒やったら、はいはい、これはやるわ、宙返りはするわ。で、今度外に出て室内そしたら、うん、簡単に手をつかずに宙返りするの、うん、これどないなっつって、バクチはするしね、日本シリーズでバクチはしちゃうし、まあピッチャーやってたんでね、高校時代は主に、うん、それでバッティングはっつったら、もう田舎のね、うん、田舎のおじさんが草野球やってるようなバッティングスタイルなんだこれと思ったんだけど、でももうね、本当海岸行ったら乾いた砂にね水をやると、うん、シューッとね全部こう、うんうん、それぐらいもうものすごい飲み込みが早く、そうですね、うん、でまあそれでも3年か4年ぐらいね、ずっと自分のファームにいたから、うん、でずっとこう見てきたんだけどね、いや身体能力っていうのは今までの中で、まあ秋山、うん、その後今二軍監督やってる松井和夫でしょ、お、はいはいはい、和夫もすごかったね、身体能力。いや僕も知ってる中では秋山浩二が一番身体能力高いかなと思ってましたね。で一郎はその後出てきましたけど、一郎もね足とかそういうの素晴らしいんですけど、全体的な身体能力は秋山の、まあ、体もでかいしね、あの体で、うん、何でもできるっていうのはすごいな。だから僕の中ではなんかサッカーやらしても上手かったし、あいつ、いや何やらしても大丈夫、うん、野球が一番打つことが一番下手だったかなと思うイメージは持ってるんですよ、うんうん、でその秋山浩二を何とかしたいということで張本さんが来たりですね、はいはい、長池さんが来たり、そうそうそう、いろんな人のバッティング理論を聞いてちょっとこう戸惑ってるところもありましたけど、でアメリカ行ったりしてね、うん、まあ、ある面では本当にこういろんな人のアドバイスを聞きながらいろんな環境を見れて、そういう面ではそういった何ですか、そういうものが
指導者になってだいぶまた生きてるところを感じるんですよね。そうですよね。うん、まあ秋山の場合にはね、たまたまあれは広岡さんが監督の時に、うん、でメジャーが3A の選手とか、うん、来季は必ずメジャーで働いてくれるという選手の、そういう集まりのリーグをやったんですよ、はいはい、秋にね、はい、それで自分は、ピッチャー3人かな野手3人で、うん、お前行ってこいと引率して行ったの。引率して行って、はい、初めて、あ、それは違うか、初めて、あれはどこだったかな、アリゾナじゃないの、アリゾナ、はい、アリゾナに行って、で中に入れて、はい、それで自分もまあコーチの勉強しながら、うん、でそういったところでもうほとんど毎日ゲームやるから、はいはい、そうするとね、後半になって向こうのコーチ監督が、うん、あの秋山残せって、あの秋山残せと残せと、うん、そりゃ誰が見ても ね、うん、そうしたらそこにね、あの秋山と同級生の名前がね、横文字忘れちゃったんだけど、はい、アメリカのアメリカで、ね、そう、はい、アメリカでサードやったんですよ、はい、これも体でかくて、うん、で彼はうちのあの時球団がアストロズだったかな、うん、もう将来4番を打つ男だと、なんとかデビットだ、うん、なんとかデビットとか言った選手、うん、いや確かに良かったんだけど、でも秋山と比べたら脚力は違うね、うん、で何をとっても秋山のが上だと見てたわけ、うんうん、そうしたら 3,4 年して本当メジャー上がって、うん、彼4番打ってんの、お4番打って、でもメジャーで5年か6年ぐらいやって、それで阪神に来たんですよ、うん、阪神に来て1年か2年やったかな、うん、でももう秋山の方が全然上だもん。なるほど、なるほど。いや僕はあの引退して97年、1990年アメリカコーチ入学させていただいて、そのアリゾナであるそのフォールリーグというやつなんですよ、はいはいはい、でメジャー30球団から3名4名出してごちゃ混ぜのチームを作って、それこそメジャーに一番近いやつらの、まあ、強化合宿みたいなもんですよね、はいはいはい、それがやっぱり見てて一番面白かったですね、うん、そこに秋山も言ってたんですね。そう、秋山とね、野手では阿部ね、うん、阿部と駒崎、おでピッチャーが小野に、はい、それから西本っていたんだよ、ね、はいはいはい、西本と東海大4校でサイドスローの小田、小田6名連れて行ったんです。へで、そういう思い出がありますよ。おそこで行った時に安倍もパチーンって言われましたね今安倍は武蔵野大学の監督やられてますから ね、やってますからね、うん、あの安倍がね面白いんですよ、うん、あのバッティング練習中に奴らが外野で守ってて、はい、そうしたらなんか向こうの選手と2人でこうかがんでなんかね、うん、下をこうなんかやってるわけですよ、うんうん、エビお前何やってんだっつって言ったらすみません、矢田さん、アリがすごいんですよでも向こうのね、アリゾナアリ知らない、ものすごいでかいんですよ、でかいのそれね、矢田さん見てください、うん、こんなにすごいんですよ、うん、お前がアリと遊んでんのか今お前今はお前何やってんだっつって、そうすいませんっつって、ほんで忘れた頃またね、また何日かしてまたやってんですよ、うん、バカモンがエビちょっと来いっつって、こっちはバッティングこうねゲージの方で見てたから、うん、したら外野からこう来たんですよ、うん、そうエビお前何やったんだって、いやそのまたエビすてきですよまあ他っつってバチェーンってやったらね、アメリカ人向こうの選手びっくりしてそれエビもすいませんあのそういうことはあったんですよ。でまあね、アメリカ、はい、いい思い出ですよ。あの阿部という選手は秋山と同級生で、東北高校から西武ラウンジに来たんです。ドラフト何位かな、5位か2位くらい、2位かそんなもんでしょ。いや僕ら同級生ですから。ああそうだったか、じゃあ3位か、はい、結構上位だった。
で、うん、彼は東北の掛け打つ、そう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 、東北の掛け打つそういう振り込みできたんですよね。でもいい選手だったですよ。そうですね、まあレフト守ったり左の代打に一番手出たりしてね、今は武蔵野大学の監督やってます、うん、はい、うんうん、いいね、僕のパンチがやっぱり、ね、指導者の道に今ね初めて聞いたらつながってんすよ。結構殴ってはいるんですね。いやいや、だから何人しかいないって、うん、ね、はい、それはね、あの時代やっぱりパンチに値する行為でしょ。そうですね、高い金を払って球団が、ねね、海外まで行かしてくれるんですから。海外まで行って、うん、アリをこうアリと遊ぶのはないでしょうそういうことありましたよ。そういうのはさ、あの西武ラウンズだけだったんですか。いや、他の球団もやってました。まあ西武はあの根本さんがね、そういうこと結構、はいはい、うん、根本さんがやってましたね、うん、他の球団は後になって何チームか行かすようなことになったけどね、うんうんうん、西武は早かったですね。そうですね、はい、うんうん、まあ根本さんが結構海外行ってましたからね、その辺の何かあったんでしょ、いろいろ情報とか。そうですよね、うん、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。